こんにちは。日本結婚カウンセリング協会の遠藤です。今日は日本結婚カウンセリング協会の理念について少しお話しさせていただきたいと思います。日本結婚カウンセリング協会の理念は、一つに夫婦円満は社会の礎、これを掲げております。二つ目は夫婦円満は子供の心の支えを挙げております。三つ目ですが、感謝する、褒める、認める、許すは家族の心の支え、家族の支えです。この三つは挙げた理由はですね、やはり家族、夫婦が安心した生活、安全なところで安心した生活をすることは社会が、発展していく一線になると思っております。例えばお家夫婦が仲が悪くてお家にいても面白くない、または子供がお家にいてもお父さんお母さん喧嘩ばっかりしてるから自分の居場所がない、そういうような家庭がいくつあっても社会は安定しません。社会のことを考えることよりは自分の家庭のことで精一杯になっちゃいます。やはりみんなが社会に出て社会のために何ができるかという考えた時には、お家が盤石でなくてはいけません。まあ、そういうところでですね、夫婦円満は社会の礎、これを活動の理念として挙げております。二つ目の、夫婦円満は、子どもの心の支え、相談を受けておりますと、ほとんどの子どもはやはりお父さんとお母さんの仲の悪さ、うまくいってないことで自分の立ち位置がわからない、またいる場所がないというところで悩んでる子も結構います。ですからやはりこういうところでも夫婦円満で子どもたちを、育てていくということは非常に大切なことかと思います。もう一つ挙げましたのは、日本の家族、お父さんお母さん、どちらかというとですね、割合の叱って、してはいけないということをたくさん言って、褒めることがない、また許すことを教えてない、この子どもにですね、やはり許すということをきちんと教えてほしいと思います。そうすればその子どもたちは、嫌なことがあってもですね、社会で相手の方を許すというようなことを覚えますと、恨みつらみが後々に残らないというようなこともありましてですね、私は家族はやはり許し、認めて感謝すること、こういうことが大きな家族を円満にしていくための要素だと思っております。まあ、こういうようなことをプリマリタルカウンセリングや心理マリッジカウンセラーの方たちが、サポートしていけるような、社会に活動にしていきたいと思っております。ちょっと長くなりましたが、以上です。